あれ一瞬で起き上がるのかなとか考えてたら、うんうん、もう全然甘かった。甘かったですよね。いやもう本当にすごいと思って。皆さんこんにちるちる。商業 BL レビューサイトちるちる編集部のアナコンダです。ちるちる編集部自社ドラマ評論家ひろみちアンダーグラウンドです。25時赤坂で実写ドラマの2話と3話について語っていきたいと思います。イエーイもう2話3話もう本当に興奮しながら見てたんですけど、ご覧になられました？もちろん見ました。もうキュンキュンしてニヤニヤして一人で。止まらなかったですよね、はい、もう早速あれなんですけども、はい、とにかく2話で好きだったポイントが、あの水族館デートあったじゃないですか。八景島シーパラダイスに2人がその恋人にならないっていう、その役のために恋人として手で一応お付き合いしてる手でっていうところで水族館に行くシーンがあるんですけども、それが本当に好きで、中でもそのありがとうあさみさんって下の名前で呼んで、ちょっとお礼を言うシーンがあるんですよ。もうちょっと先にもうそれを言いたい、もありがとうあさみさん。もう本当にその2話の最後の一言なんですけど、もうそれが本当に大好きで、わかります？なんかもうあの下の名前を呼ぶっていうのがもともと練習というか、そう、付き合う、付き合うっていうのの家庭にあったので、それで最初恥ずかしがって言えなかったのに、そう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 、そこで言った、そう、もう本当にもうあの時の私の大好きなポイントが、そのありがとうあさみさんってその白崎くんが、はい、そのなんて言うんだろう、その恥ずかしさみたいな、でもなんて言うんだろう、そのありがとうっていう理由っていうのが、そのなんかちょっと白崎くんがその昼の夢っていう2人が主演するドラマの SNS のエゴサをしてしまって、でやっぱあさみさんの方はすごく注目度が高いのに、自分はちょっと全然ね SNS で注目されてないで、誰この役者さんみたいな感じになってしまってるので、ちょっとナイーブになってしまって、なんかこうあさみさんばっかすごくって、あさみさんは見つけてもらった人だけど僕は違うみたいな感じでちょっと拗ねちゃってて、でもデートに行った先でそのあさみさんが、白崎くんはその監督にもそのマネージャーさんにも見つけてもらってるんだよって、見てくれてる人はいるよっていう優しいね、本当になっていうんだろう、あさみさんっていう人ができてるじゃないですけど、でも本当にいい人と思って、なんかそういった白崎くん自身を励ます言葉っていうのを水族館の巨大な水槽の前で声をかけてくれて、それの結果、まあ、そのありがとうあさみさんっていうね、もう本当に良かったです。あの時のあさみさんの初めて下の名前で呼ばれた時の表情、いやもう可愛い、でもめっちゃ良かったですよね。あのなんかもう目の泳ぎ方、うん、最初なんかそのありがとうあさみさんって言われた瞬間にちょっとはって驚くんですよね。けどそっからちょっとええみたいな感じで目がこうクククって泳いでる感じの表情が、いやもう本当にすごいと思って、もうめちゃめちゃ好きじゃんみたいな、白崎くんのことみたいな、普通だって下の名前で呼ばれたぐらいでそんな動揺しない、どんだけあさみさん白崎くんのこと好きって分かるのが、その瞬間のそのセリフとその表情とっていうので非常に伝わってきて、いいなにはって感じでしたよね。その今まで、うんうん、あの葉山さん、はい、あさみさんがもう完璧人間っていう感じのスパダリみたいな感じだったからこそ、そこの動揺が余計に際立つというか、そのいい意味で、わかります、わかります、すごいすごい良かったです、すごい崩れてる感ありましたよね、うん、なんか理性の崩れる人の理性が崩れる瞬間みたいなのを見たじゃないけどでもまあそこでね、なんかファンの子たちに気づかれちゃって顔さしちゃって、では水族館で最後その隠れるためにこうギュッと抱きしめ、あさみさんがギュッと抱きしめるところでこう終わるんですけども、本当にこの水族館の初デート練習をしに行ってる体ではあるんですけども、まあ、非常にありがたいというか
いやもういいシーンでしたよね、はい、本当に。では、はい、3話いきますか。3話のポイントは、はい、もう3話のポイントはもう好きです、涼次さんのことがのセリフの変化、もうここにつきますよね、はいはい、もう本当になんて言うんだろう、なんか喋りながらちょっとうるっと来てしまうぐらいには私本当に好きだったんですけど、最初のちょっとその3話目はあのその撮影シーンから始まるんですよね。なんかその好きです涼次さんのことがっていう浅見さん役する方に対してこう目顔と顔を合わせて、かなんていうんだ、フェスとフェスじゃなくてなんていうの、向き合って状態で、そう告白をするっていうシーンを撮影を野外でしてるっていうところから始まるんですけども、ね、なかなか言えないんですよ ね, ねもう一回もう一 回, もう一 回, もう一回そうテイクが結局10以上のテイクを繰り返してしまって、浅見さんのちょっとあのお時間の都合で結局撮れずに終わっちゃうんですよ、はい、え大丈夫なのドラマってそんなことがあってっていうなんかこうええっていうような驚くようなあれだったんですけど、はい、結局それで撮れなくて、でその後ちょっとまあ落ち込むじゃないですけどね、あの浅見さん、浅見さんその落ち込んじゃうじゃない、はい、はい、で落ち込んじゃうじゃないですか、で落ち込んでるところにその浅見さんがね、他の仕事を終えた浅見さんがやってくるんですよ、もう本当になんかもう開けた瞬間に浅見さんがいるって、なんかどんな強い心臓を持ってたらなんか耐えられるんだろうって思うんですけどもなんか一緒に1話がオンエアする日だったのでリアタイしようっていうことでカレーを作ってくれるんですよね、手作りカレー手作りカレーめっちゃ美味しそうだった本当に。いやどんだけなんか料理もできて容姿も良くてみたいなしかもカレーがあのすごい色鮮やかだった、そう色鮮やめっちゃ美味しそうだったあれもうあれは飯テロですよ本当に普通にでなんかその中で特に好きだったのが、浅見さんがこう来てくれたじゃないですか、はい、その来てくれたっていうのがその好きっていう感情、そのなんかセリフがうまく言えなかった、うん、その白崎くんに対して好きという気持ちっていうのを白崎くんに気づかせてくれるために来た、まあ、多分落ち込んでるっていうところもあっただろうし、の気遣いだったかもしれないけど、いや多分役者さんの先輩としてこう白崎くんに演技するためのなんかヒントを与えに行ってたっていうのが結局のところだったんですけども、うん、そのヒントの与え方が非常にあの非常にロマンチックな与え方をしてましたよね。なんか1話を一緒に見終わった食事して1話を一緒に見た後になんかこうね、白崎くんはねなんか自分の反省をね、そうもうすごい真面目な感じで、ね、あ本当に脚本読んでそう見た後に見てどこがダメだったみたいなのをしてる時に、あの浅見さんはちょっと眠そうにしてるところに白崎くんがこうね大丈夫ですかみたいなの言ったらもうそのままガバあれもうなんかね柔道の技みたいな感じのかけ行って、まあなんかそのなんて言うんだろう、本当にワンちゃん抱えるじゃないですけど、うん、もう本当に大型犬と一緒に寝るみたいな感じのこうノリでこうギュッとしてるんですけど、またそれを上から映すんですけど、もうそれの構造もめちゃめちゃいいというか本当にこうホールドしてるんですよ。本当になんかもうあれ一瞬で起き上がるのかなとか考えてたら、うんうん、もう全然甘かった。甘かったですよね。もう絶対離さないみたいな意志が。そう。でもそこからもうなんか浅見さんが白崎くんに、ね、好きなものはないのみたいな感じのこと聞いたら、なんかポツポツポツとその白崎くんが好きだと思うことが挙げられていて、
なんか恋愛経験なくても好きなものってたくさんあるよねっていう風にね、優しく気づかせる、気づかせてくれて、でそれで翌日の撮影に挑んでいくって形になるんですけど、もうたまんなかったのが、なんかもう私そのなんか撮影、いざ撮影ってなった時に、昨日ダメダメだったシーンをまた撮るってなった時に、やっぱりこうどうしても緊張してる感じがあるじゃないですか。そこにもう撮影入りますってなった瞬間に、こう座ってるちょっと緊張してこわばってる感じの白崎くんの手に、こう葉山さんが、浅見さんがこう手をね重ねるんですよ。頑張ろうみたいな感じで、もう私なんかそんなのをスタッフとしていて、その現場に見てたらなんかえみたいな、もうなんかもうもっとやってるじゃないですけど、本当になんかもうそういったなんてさね、ちょっと落ち着かせるためのボディタッチみたいなのがもうめっちゃキュンとして、ただもう白崎くんが撮影現場に向かうときにこうね一歩一歩階段を上がっていくじゃないですか。その時のなんかフラッシュバックをしていくんですよ。昨日のあの浅見さんとのこととかっていうので、浅見さんのこと浅見さんのこと浅見さんのことみたいな、もうどんどん自分がその前日ベッドで答えてた自分の好きなこと、演技とか映画とかっていうことに加えて、どんどん解像度の高い、ね、全部浅見さんのカレーとか、なんか慣れてくれる手とか、なんか寝顔とか、もう本当にそれがたまんなくって、でそこでいざ目の前に立ちますってなって、で用意スタートって時にもう表情が全然違いましたよね。それがちょっともうそこがもう震え上がるっていうか、もう鳥肌みたいなポイントだったんですけど、でもう本当にもう目がなんていうんだろう、で監督がそのダメだった時に内側から溢れる思いで好きですを言ってみたいなこと言ったんですけど、まさにそれをその翌日の撮影シーンでは体現をねしてましたね。してましたね。なんかもう目がうるうるしてて、えって思ったらポロンって一筋の涙が。そうなんです。もうね、あの時に多分両目から出てたらちょっと違うんですよね。わかります。なんか思わずこぼれちゃったみたいな、あの 片方のこの綺麗な涙の筋が、なんかもうそれとも目が真っ赤になっててっていう部分が、もうなんか本当になんかもう、でそれを見ていた浅見さん、その浅見さんの表情にもぜひ注目してもらいたいんですけど、浅見さんもめっちゃうるうるなんですよ。もう負けないぐらいうるうるみたいな感じで、もう今でもなんかこぼれ落ちそうなぐらいうるうるしてて、なんかこういったなんて言うんでしょう、 BL ドラマにおけるなんかこう役者さんの演技でのなんて言うんだろう、自分のその感情の高ぶりっていうところを前面に押し出してってっていう部分が本当に大好きで、なんか2人ともその時にあった本当のその好きですっていう感情をなんかもう抑えきれなくって出てきてしまってるその表情っていうのが、なんかもう本当にドラマってフィクションなんですけど、感情は本物のものを役者さん作らないといけないじゃないですか。そういったものってやっぱ画面に通してこっちにも伝わってきて、なんかもう私も本当に一緒にうるうるしてしまって、最高のシーンというか、本当に3話の形っていうのが、前その始まりと終わりっていうのがいい対比になってて、すごく見応えのある話だなって思いました。そうですね。3話特に落差というか、あの最初の演技がうまくいかなかった時、その後もう浅見さんは早く出てちゃうじゃないですか、車の中でちょっとそっけない感じでスッて、まあ明日頑張ろうねぐらいで、で、はぁーって思ってからのピンポンって家に来るっていう
感情のジェットコースターですよね。本当にもう見てるこっちが結構ね振り回されてました。白崎くんに感情移入をする感じだと、もうだから大変な回ですよね。なんかもう私それなんですよ。あーそう、ぐわぐわ一緒に一緒に振り回されていこうと思います。これからも、はい、はい。他にはね、丹羽さんは通して何か語り足りないところはありますか？語り足りないところ、はい、まあ、たくさんあるんですけど、2話だとなんか2話3話の流れとしていいなって思ったのが、まあ、1、2、3で流れで、まあ、いいなって思ったのが、1で結構とんでもない感じで始まったじゃないですか。その最初その男性同士の恋愛わかんないしとか、恋愛がそもそもわからないみたいな、そこからなんかそのじゃあ実際にそういったコミュニティに入ってみてセックスすればわかるんじゃないかっていう極端な、そのなんていうんだろう、白崎くんの実直な感じからそこから僕相手僕じゃダメっていう浅見さんのそのでキスシーンから始まるんで、次から本当にどんな展開になるって思ったら、その2話目からそのなんていうんだろう、お互いに役者としてその昼の夢っていう作品をいいものにするために恋人になりましょうっていう、なんていうんだろう、ライトなというかなんかピュアな方向にこう転換して、でそっからはなんか2話3話にかけてその役者さんとしてもそうなんですけど、なんか白崎くんと浅見さんの人としてのなんていうお互いの交流、うん、お互いを知っていきたいっていう風にこうなんかそのなんか好きなものとかであったりとか、そういったなんかこう心の交流っていう部分が非常に丁寧にこう2話3話にかけて描かれてるから、本当に1話目の最後のそのなんかちょっとディープな方に行くのかしらっていうところとはそういったのとはいい意味でそのなんかドラマらしい展開じゃないですけど、うん、そのなんかドラマでしかないその25時赤坂での2人の心の交流っていうのが描かれてて、いや本当にたまらない大好きですっていう感じで、こっから3話の最後で白崎くんがなんだこの感情はってなるじゃないですか。なんだこの感情はってなっていくからちょっと自覚してくるんですよね、こっから。そうですよね、ここから、ね、ここから浅見さんへの恋心って言ったらいいんですかね、うんうん、を好きですリオルさんのことだっていうセリフを一言言うっていうところにかけてた思いっていうのが自分と重なってそこから自覚してきて、ここから次の輪からどうなっていくかっていうのがもう本当にワクワクドキドキっていう感じで、はい、いいですよね、うんうんうん、期待大です。なんかこの漫画とは違う道筋なんですけど、とっても丁寧になんかその心情が描かれているところが、これから4話以降もう大いなる期待をもう本当になんかもう上から目線になっちゃうのがもう本当に申し訳ないんですけど、もうすごい期待大目すごいです。キュルン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 としてて、なんて言うんだろう、なんか同じ人体なのにどうやったらあんなに光が光を持てるの、マナコにって思いながらなんか意外と強気というか、うんうん、1話とかでは普通にその結構はっきり言うタイプっていう感じだったのに、だん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 可愛い面が見えてくるっていうギャップが素晴らしいなと思います。それではまた次回もお会いしましょう。バイチルー。